新藤栄太郎は日本の俳優。本名は新藤達五郎。舞台俳優を経て映画界に入り、幅広い演技で620本にも及ぶ作品に出演した。三照大部、近松物語、赤線地帯など、溝口賢治監督作品の常連として脇役を講演し、東映時代劇では悪役として活躍した。後年はテレビドラマに、 活躍の場を打ちし、親父大子などのホームドラマに出演して人気を得た。1899年11月10日、福岡県福岡市大名町に生まれる。聖火はカムチャツカ漁業を経営しており、神道のおじは北洋漁業の開発者でカムチャツカ漁業の権威である、神道新太郎である。幼い頃から、 夏祭りの子供に若に雑踏角で出るほど芝居好きだったが、1912年に大名神城小学校から福岡市立商業高校に進学してからは柔道に励む。1917年、卒業を間近に中退し、聖火のカムチャッカ漁業に従事する。1918年、折からの労働葬儀に触発されて、家で一時は対戦契機に乗って、 株屋で大儲けするが、1920年の戦後、強行で窮地に立ち、軍御用達の雑貨商に転じて、カラフと、シベリアを回り、同年12月に帰国する。その後は、北海道小樽市で、海産物商を営んで、成功、上京して、芝琴平町に、北海道の海産物を取り扱うマサキを、開店して、大いに繁盛する。しかし、 生活が安定するに従い芝居に興味を持つようになり、1925年に劇芸術研究会に入って、川内重都氏に発声法を教わる。1926年、劇団同士座に入り新藤栄太郎の芸名で初舞台を踏む。この頃ろ党はキネマの映画数本にも、早くで出演する。同年末、小畜大阪の専属俳優となり、以後、 松本康介の新人座、山口俊夫らの新長座、沙織慶一郎一座、新興整備団、関西新派と劇団の遺跡を繰り返す。豪快にして堅実な演技を見せ、ことに仇役で定評を受けた。1930年には京都、南座での公演に、林長次郎と共演する。百三十六年、関西新派を離れて、映画俳優に転じ、第一映画社で、 溝口健二監督の何は日か、疑音の姉妹に出演する。前者では、山田一鈴演じる、主人公に脅迫されるが逆に包もたせで警察に、訴える株や、後者では山田演じる芸者に牢落される呉服屋の、主人を演じ、共に生活歴のあるリアルで柔軟な演技で、バイプレイヤーとしての成果を決定づける。第一映画者が解散すると、渦政発生映画を経て、 翌1937年に JO スタジオに入り、ついで東方映画の専属となる。時代劇映画に連続出演する一方、渡辺邦夫監督のネッサの誓い、島津康二郎監督の緑の大地、さらにハワイマレー沖海戦、アヘン戦争などの戦争映画にも出演する。戦後も東方の作品に出演するが、1949年に、 フリーとなり、1951年公開のおゆうさま以降は、溝口賢治監督作品の常連として、武蔵野夫人、西閣一代女、祇園林、三省大部、噂の女、近松物語、八木日、新、平家物語、そして遺作の赤線地帯に出演する。1956年からは、それまでも数多く出演していた東映の専属となり、 はたもと退屈男、入れ墨方眼、う門鳥物り一心助けなどのシリーズや、大鳥城の花嫁、中心蔵桜花の巻、菊花の巻、反逆寺など、東映時代劇には欠かせない、バイプレイヤーとして活躍し、悪大名や悪家老、悪徳商人などの悪のゴンデを演じた。岡田茂が、上手を見て、あのサメは神動みたいやなと評した。 1964年には再びフリーとなり、東方のクレイジー映画にも頻繁に出演してコミカルな演技にも見せる。1967年、喜劇競馬必勝法を最後にテレビに展示、木下圭介アワーの親父大子では映画の悪役とは打って変わり、頑固者ながら心配性で憎めない父親役をコミカルに演じた。他、大久保彦左衛門、 フライパンの歌などに主演した。1976年、ネットの五街道マッシグラに出演中、心臓病のため入院過料をしていたが、1977年12月18日に、心筋梗塞のため、田園町府中央病院で死去。78歳没。太字の題名は、キネマ順報ベスト10にランクインした作品星印は、 溝口賢治監督作品、ありがとうございます。